さくらちゃんの子悪い癖、ここちんちゃ、ちんちゃ、発音はこの時に比べてもちろん綺麗になってます。今日のポイントになるのかな。皆さんこんにちは、ジンです。今日はハイブの新しいガールズグループ、ルセラピムの日本人メンバー、さくらの韓国語レベルチェックをしてみたいと思います。アイズワンから解散、空中分解された時にどこに行くのか、やっぱりハイブに行くよねっていう話が出て、結局ハイブになんか残ったようですよね。ハイブになんちゃら関連があるところで活躍をしていて、ルセラフィムっていうグループでデビューしました。おい、動画撮影をしようと思ったら急車会が。じゃあ성하랑、名前がハラン、最近ハランっていう名前多いですけど、韓国で普通の名前じゃないです。今時のなんかキラキラネームみたいなもんです。レイナ、韓国분들여기레이나라써있는거레가성아닙니다이름이레이나입니다성이안써있습니다여기지금髪傷んでるね。子供の方の髪質がいいですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あー、なんか韓国語の前に子供の表情が面白いですよね。韓国の子はもう本当に、おい、これ何、このシチュエーション、このワットみたいなこう表情で、日本人の表情はただ恥ずかしいからヒンヒンみたいなこういう表情。違うよね、やっぱり反応が、お互いの国の文化がもう表情でわかるんですよ。나는사실한국말할줄알고すぐ自分の気持ちを表現するのも韓国語っぽいよね。あいえっていう単語を知ってるってすごいですよね。日本人でよく全然っていう単語を使ってるので、ちょにょとかちょんぶとかよく言うけど、あいえっていうのは会話にすごく慣れてる。さすがいろんな喜怒哀楽を体験したさくらちゃんですね。喜怒哀楽の中でも特に喜怒哀怒哀怒哀楽を経験してるので、すごい自然ですね。いや、ここ全然違うところ皆さん分かります？韓国語は基本的に初めて会った人が何歳だろうが関係なしで敬語なんですよ。今レイナちゃんはずっとタメ語ですよね。途中途中必要な、例えば自己紹介、何々と言います、よろしくお願いしますってこう決まったフレーズは敬語なんですけど、その他に一番最初からタメ語。子供って敬語あんま使わないイメージあります、やっぱり日本は。で、韓国だと1歳でも上だったら、まあ、敬語。あ、じゃあ韓国語本人学校、うん、学校で終わっちゃってる。韓国人の友達は一人もいない。でも韓国語で全部今、없어요、日本語になっけ、다녀요のように今翻訳されてるから、敬語を使ってるようにはなってるんですけど、それは敬語使った方が韓国だと自然なので、敬語に直してますね。あんまり韓国語も喋れないし、会ったことがあんまり。難しいもんね。これ面白いですよね。日本人に対して、さくらちゃんはすでに建前で喋ってるんですよ。韓国語難しいよねとか言ってるけど、この韓国人が自信持ってる、韓国で自己アピール社会なので、自己表現がうまい。結構もう具体的な話がもう始まってますよね。なのでこういうところを見ると、さくらちゃんは、まあ、韓国語がすごく自然に慣れてる感じと、相手に合わせてどういう韓国語、何をどういうふうにアピールすればいいか、日本人が学んだ韓国語じゃなくて韓国人に学んだ韓国語が自然に出るっていうのは素晴らしいなと思いますね。韓国에서アイドル하려고。ああ、アイドルしようと思ったら、ああ、わかる。ああ、일본에서도아이돌하고있었어。まあ間違ってはないんですけど、アイドル했었어とか、일본에서부터아이돌했어とか、自然かもしれないですね。일본에서내가14살때데뷔해서14살때데뷔했다고。14살때데뷔를했다고요？何々だとっていうこの表現、韓国語で。アイズワン、アイズワン。じゃあ今アイズワンが日本語、韓国語で今言ってるんですけど、日本だとアイズワン、韓国語だとアイズワンですね。アイズワン。ああ、もう韓国人に言うときもアイズワンって言って。アイズワン。日本でもアイズワン、イントネーションだけちょっと違くて同じ発音なので、こういうところまではまだちょっと慣れてない感じはしますね。ルセラピン、あ、今のルセラピンすごい自然で良かったですね。ルセラピン、ミウムの発音でちゃんと口を閉じて発音が続くようになっているんですよね。ピン、ピームとかじゃなくて、ヒームとかじゃなくてピン。ただピンの後ろにイーが短くてラをすぐつけちゃったんですよ。ルセラピンラヌみたいに。ルセラピムの下のミウムっていうのを後ろに上げて、ルセラピミラヌになればいいんですけど、そういう切り替えがちょっとできてないところを見ると、やっぱり頭の中で一回考えて自分で作ってるんですよ。今自然に出てる感じはしないですね。あ、こういうところすごい自然ですよね。ルーって言ったらセラピンだけ教えてくれるとか。難しいんだけど、名前が覚えて帰ってデビューしたら痛い。うん。
어떻게 일본이 그렇게 잘 못하는데 어떻게 한국말로 하지? 어떻게 일본이 잘 못하는데 어떻게 한국말로 하지? 自分の頭でこう言いたいのを自信持ってこう言ってるんですよね。 なので皆さんこのように自己アピールをうまくすることによって韓国語が少しでも早くうまくなると思います。 나 한국말 잘해? 아, 네, 진짜 잘해. 今の言葉もただねだけじゃなくて、 아, 네, 진짜 잘하는 것 같아요. 本当にうまいと思いますって言ってるよね。 진짜? で、ちんちゃとかも、さくらちゃんの悪い癖っていうと、口をあんまり開けないんで、陣地を伸ばすのが特技なんですよね。こうって伸ばすんじゃなくて、これを恥ずかしがらずにやった方が綺麗なんですけど、これはまだちょっとこう、韓国人の筋肉になってない。陣地これ陣地がこんながっちゃう。こうなるんですよ、これ。ナマズみたいになっちゃうけど、これ良くないですよ。ここ、陣地陣地韓国人とかは口をあんまり動かさなくても発音自体は綺麗になるんですよ。陣地なるんですけど、まあ、発音自体は、まあ、ジジェルとか、ハルトとかに比べると、これを超えるぐらいではないんですよ。で、サナーは発音も綺麗なのに、口自体もすごい、まあ、方程式のようになってるので、まあ、まだデビューして短いっていうのはあるんですけど、でもすごいですよ。で、放送流れ後、バロデビューヘアデッソガジグ。ヘアヘッソソって今字幕があるんですけど、さくらちゃんがヘアデッソガジグって言ったんですけど、ヘアデッソガジグの方も自然です。いや、こういうところを見ると、今のアイドルってすごいなと思うんですよ。状況をそのまま吸収して使えるようになってるので、正しいんですよ。すごい自然でいい。ただ、少し少しは、これ、教科書的なところを覚えてるっていうのもあって、でも間違いなく上級者です。今、ハラン、イルボンハヌン。これを、今、ハラン、エヴァンハヌンみたいに、はっきりはっきりとちょっと聞こえないんですけど、今、ハランイがイルボンハヌンとか、こう、はっきり、最後まで女子とかを言う。ただ、すごい自然なので、皆様が真似をするときに、女子とか言わないといけないところは、はっきりとこう発音しながら練習すると役に立つのかなと思います。昔から口をあんまり動かさない特徴はありますよね。ちさしだみたいに。この癖は残ってるんですけど、これは多分、さくらちゃんが悪いとかじゃなくて、人それぞれの癖はあります。発音はこの時に比べてもちろん綺麗になってます。先生님들、뭘말하고있는지모르겠어。무슨말하는지모르겠어。これは字幕の方が正しいんですけど、でもとりあえず言えることが自信持って言えてるので、子供だからやっぱり自然が出てるかもしれないんですけど、今の一言で分かったのが、皆様も韓国人と喋った方が、話しやすい相手と話した方が自信持って言えるし、自信持って言えた方が覚えやすいです。예능っていう単語を知ってるんですね。あ、今言う言葉は、韓国のことわざ、가는말이고요、우는말이고다。自分がこう、送る言葉が優しいと、返ってくる言葉も優しい、いい言葉が来るよね、っていう言葉ですね。誰も知ってますよね。小学校入る前からことわざの勉強はするので普通です。メンバー中へじゃなくてメンバー中へですね。これ英語だけ発音を直してもすごい綺麗に聞こえるのかなと思います。結構発音も良くて、フレーズが韓国人っぽくて、テンポもいいので、声もいいですよね、さくらちゃん。いっそ、5を今、いっそがじ5に直したんですけど、まあ直さなくてもいいけど、多分個人的には多分会話っぽく言いたい気持ち、やっぱりもうちょっとこう頑張らなきゃっていう気持ち、自分が正しいと思ってもこう修正して、もっと自然じゃないと思って直してるのかな。これすごい大事な作業です。私も日本に来た時に、食べますかとか言って、よく敬語だとお召し上がりとかこうあるんじゃないですか。わかりましたもかしこまりましたで直したり、自分も返したらもう終わりじゃないですか、そこで。終わってももう一度言ったりしたのがあったので、この気持ちめっちゃわかります。ああ、ここが皆さんは今日のポイントになるのかな。これアジットっていうのが、ジっていうのが、こう、キヨのパッチマルでしょ。学生の発生。ちっちゃいツーじゃなくて、クーに近いんですけど、今、アジットって言ってなくて、アジットって言いました。アジット。これはまた違う発音なので、さくらちゃんはアジット。私はアジット。アジット。아직도난친구가없었으면나는지금일본에있을지도모르고세진은사람한테는별거아니래도뭐普通に通じます。ここめっちゃうまいですよね。このフレーズはすごいなかなかうまいです。다른사람은진짜영원잊을수없다는감사함이라서영원히잊을수없는永遠に忘れられないありがたいことなのでっていう日本語から言いたいのもわかるんですけど、すごいいいですよ。とりあえず知ってる単語でこう回せるっていうのは。でもこういう時に영원히って言ったらちょっとあんまりこっちね、なんかちょっとこうかゆい。평생、一生、一生忘れられない。평생ってよく言います。평생。평생잊지못할사람、평생잊지못하는기억とかよく言います。그러면、日本친구들만나본적있어없어요。
今の日本人地区友達会ったことあるとかいないって言ったけど、普通に会うチャンスって結構少ないんですよ。まあ日本も多分そうだと思うんですけど、皆さん周りに観光人の友達普通にいるかって言ったら、まあいない人も多いんじゃないですか。まあわざと作ってないんじゃなくていないと思う。この表情受けるよね。ということで今日はさくらちゃんの韓国語を聞いてみました。今日のあの評価、すごく自然で滑らかな韓国語ができている、結構いいです。本当に5点満点って言ったら4点ぐらい、結構すごいいいスコア。少し残念だなと思ってるところは、周りの環境とかがいいので、韓国人とお酒でも飲みながらその口をちょっとこう真似したりとか、いろんな発音の練習するとより綺麗になるのかなと思います。結構まあゆったりゆったりペースなので、こういう人を一番似てる人が TWICE のミナ系です。ちょっと最終的にはサナのレベルまで多分できるんじゃないかなと思ってます。そしてもう一人の日本人メンバーがカズハっていうメンバーがいるんですけども、皆様からリクエストが、これからたくさん寄せられてきたら、またカズハの韓国語レベルチェックもさせていただきたいと思います。もし何か参考になる動画のリンクとかあったら、ぜひコメント欄に貼り付けていただければと思います。今日の韓国語講座動画が役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それで皆さんありがとうございました。今後よろしくお願いします。